マオーマオンの歴史地区マオーマオンは、スペインバレアレス諸島州のムニシピオ、バレアレス諸島のメノルカ島東部に位置する。2014年に自治体の正式名称が、カタルーニャ5名マオーとかスティーレャ5名マオンをハイフンでつないだものに変更された。マオ港は、長さ5キロメートル、幅9 0 0ル、天然港としては、世界第二の深さを持つ。マオーマオンの名は、 ハンニバルの弟であるカルダゴの将軍マゴバルカに、ちなむ。彼は、紀元前205年頃、この地を隠れ家にしていたと考えられている。その後ローマ帝国支配下に入り、町はポルトゥスマゴニスと改名された。ローマ帝国衰退後、バンダル族、東ローマ帝国が支配した。しばしばノルマン人とムーア人の攻撃を受け、最終的に903年に、 コルドバ大使国に占領、併合された。1287年、ムーア人支配下の魔王オンを、アラゴン王アルフォンソ三世が征服し、アラゴン王国の進化マリョルカ王国へ併合した。その後もバルバリア海賊の攻撃を受けた。1535年のチュニス征服後、バルバロスハイレッディンによって、魔王略奪が行われた。港は、西地中海有数の要所であり、 スペイン王フェリペ2水は、マオー高南部に、サンフェリペ要塞を建設させ、西地中海の正界径を確保した。スペイン継承戦争の最中の1708年、メノルカ島はイギリスに占領され、1713年のユトレヒト条約で、イギリス領有が確定された。18世紀のイギリス支配時代、マオーマオンは、メノルカ島の主婦であり、知事の住居が置かれた。 1802年にメノルカはスペインへ返還され、現在メノルカ闘技会がマオ魔マオンに置かれている。20世紀後半、歴史地区の一新が観光収入を財源として行われた。イギリスの作家パトリック・オブライアンのオーブリーマチュリンシリーズの舞台としてマオ魔マオンが登場する。都市名の綴りに関する英語のスペリングについて一部討論がなされている。 外国語のアクセントを無視する英語の全般的な傾向のため、多くの英語の辞書ではスペイン語の魔音に適応する魔音を採用している。一方で、多くのその他の出版物では、カタルーニャ語の魔王の使用が正しいと断言している。これに関連し、正しい公式の地名の議論が行われた。魔王は、カタルーニャ語政治法によって、適切な表記であり、魔王住民、 州政府によって承認されている。しかし、一部の保守主義者からは、マオンの表記が好まれている。一部の人々は、さらに古いカタルーニャ語表記マホも好む。カタルーニャ語はそれ自体が、バレアレス諸島の島々が、それぞれ独自の方言を持つように、地方の方言に従っている。マオ・マオンのダウンタウンの東4キロメートルの地に、軍事、 民間空港であるメノルカ空港がある。マドリード、バルセロナなど、本土主要都市との間に、定期便が運航されている。諸説あるマヨネーズの発祥地の中で、最有力候補とされている。1756年、フランスのリシュリュー公爵が、イギリス領だったメノルカ島に攻め込んだ時、ふと立ち寄った港町マオンの料理屋で、肉料理に添えられた、あるソースを大変気に、入り、 パリに持ち帰った。そのソースはフランスで、マオンのソースとして人気になり、それが、マホンアイセと呼ばれ、さらに、マヨネーズになったという、ありがとうございます。